用意。これ取れなかったな。これね。ちょっと残念な。これ何やろ。何やろねこれは。これじゃあお使いのことやね。あ、取れるわ。そう。爪でやったら。爪でやったら取れるわ。だーだだだだだ。それあかん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 。このぐらいあるでしょ。大丈夫。うん。綺麗やったな。全然いけますよ。ピカピカ。ガビガスよ。これちょっと見えるのか。こんな感じじゃね。お、綺麗になりましたね。これは極上。極上。あ、裏でしょ。裏磨かない。あ、ちょっとダムの下に行くわ。これ引いて下に。裏磨く。裏を磨かなあかん。そこまで。裏を磨こうよ。はい、ピカール、タオル。一回乗ったらいいね。空拭きして。よいしょ。何つける前にやったらどういうこと。そうやな。綺麗になるよ。うん、これで空振りしたら、うん、それ使うんですか。それ使って、これ光るやん。この辺のサビみたいなの取れるんじゃん。ちょっとぐーっとやったら、うん、よしよしよし。ブルーマジックとは違うの。知らん。ちゃうやろ、名前がちゃうやろ。こんな感じです。わあ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 、すごい。一回これで拭いて。綺麗や、めちゃめちゃ。これは喜んでもらえるんだ。な、タオルも綺麗めで、その拭いて。見てください、このハンゴ。やばい、顔映るわ。人が喜ぶことですね。そうですね、うんうん、喜んでもらえるやつ、磨いた。そうそうそう。綺麗でね、届いてから磨くよりも。な、なんや、裏来たんやんって言われるかな。見えへんけどね、裏は。いや、それでもじゃあ。部屋飾ろうか。だんだん趣旨変わってきた。乗られ、これじゃ乗られ、乗りたくて。あ、乗られへんから。憧れる。あ、わかるわかるわかる。部屋がなんかトラックみたいな。そう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 、うんうん、裏にベッド置いて。そう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 。はい。完成しましたね。これはええ感じ。ちょっとこれ取れませんでした。すいません。これは仕方ない。これで東京。うん。うちこれは完成ですね。ふう。よいしょ。え、ほんで今すこれで今度は。あとはもうタイと。タイ磨かんでいい？タイはちょっと怖いですね。思ってたけど磨かんでいい？いや、怖いな、どうやろ。磨かんでいい？磨きます？そうだ、磨かんで。匂いつけますね。なんか曲がってまいさ。いや、このまま置いとこうか。綺麗になるのかな？分からん。傷つかんかな。軽く。あ、じゃあ間違えた。上っすよね。上っすよ。でも綺麗になるやん。それは綺麗になるやん。どんな感じ？あんまり変わらん。変わらない。そのまま置いとこうか。めっちゃ綺麗でしょ。いや、十分綺麗でしょ。綺麗、いや、もうなんかこう、泳いでるみたいもんな、うん、そうそうそう、これはそう。なんなんか鱗でもなんかちゃいますもんね、なんかこう、うん、なんか鱗が違うね、うん、この鱗と、うん、これがすごい。だから、あ、これがほんまの鱗、うん、なんかこう、パンチ、なんかちょっと違う鱗、うん、昨日釣りって魚釣れた。昨日だから僕はちょっと、ボール釣れんかった。今日タイ釣れて。今日タイ釣れて。じゃあこれでもいい。あとおろすもん、そうやね、これで。まあこれで。そうやね。じゃあ、あの板を置いてますね。はいはい。